エヴァン・パトリック・マーシャルは、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンタクララ郡、サニー・ベール出身のプロ野球選手、ウトウ・ミギウチ、MLB のシカゴ・ホワイトソックス所属。2011年の MLB ドラフト4巡目で、アリゾナダイヤモンドバックスから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9 ヤキマベアーズで、プロデビュー。 11試合に登板して0勝0敗にセーブ、防御率0.75,13奪三振と高騰し、7月に A 級バイセリアロウハイドへ昇格。15試合に登板して0勝1敗4セーブ、防御率1.59,18奪三振を記録した。9月に A 級モービルベイベアーズへ昇格し、1試合に登板した。2012年は、 AQ モービルでプレーし、42試合に登板して6勝3敗16、セーブ、防御率3.51、27奪三振を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、ソルトリバーラフターズに所属した。2013年はトリプル A 級リノエーシズでプレーし、54試合に登板して3勝6敗3、セーブ、防御率4.34、 59奪三振を記録した。2014年は、開幕をトリプル A 級リノで迎え、5月6日にダイヤモンドバックスとメジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。同日のミルウォーキーブルワーズ戦で、メジャーデビュー。1点ビハインドの6回裏西から登板し、1.1回を無安打無失点に奪三振に抑え、直後の8回表にダイヤモンドバックスが逆転したため、 メジャー初勝利を挙げた。この年メジャーでは57試合に登板して4勝4敗、防御率2.74、54奪三振を記録した。2015年は13試合に登板して0勝2敗、防御率6.08、7奪三振を記録した。2016年は15試合に登板して0勝1敗、防御率8.80、9奪三振を記録した。 2017年3月28日にィーフとなった。2017年4月4日にウェーバー工事を経てシアトルマリナーズへ移籍した。8月2日にマイナー契約で参加の AAA 級タコマレーニアーズへ配属された。この年メジャーでは6試合に登板して防御率9.394奪三振を記録した。オフの11月6日に FA となった。 2017年11月30日にクリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結び2018年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった2018年の開幕は参加のトリブル A 級コロンバス・クリッパーズで迎え5月3日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした9月1日にリーフとなり4日にマイナー契約で トリプル A 級コロンバスへ配属された、レギュラーシーズン終了後の10月2日に FA となった。2018年10月30日にシカゴホワイトソックスとマイナー契約を結び、2019年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2019年の開幕は参加のトリプル A 級シャーロットナイツで迎え、5月1日に メジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。ありがとうございます。